飛ばしていきましょうか。さあ最初からね、でっかい声で、いきましょう。いくよ、ビーゴー、ビータ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 ー。もっと出るね、こんなんじゃねえ、この蒸し暑い暑さ吹き飛ばせないから、俺らの暑さでもっと暑く暑く声出していこう。もう一回いくよ、ビーゴー、ビータ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 ー。ありがとうございます。じゃあ甲府戦、サポーターズミーティング始めていきたいと思います。まず、福岡行った方どれくらいいますでしょうか。いますね。福岡、90人から100人くらい、サポーター集まっていただきました。結果はですね、1対1、1対1です。アウェーでね、本当に暑かったです。前半給水タイム取られるくらい暑かったんですけど、まあ試合みんな見たパブリックビューイングもね、本当に来てくださったみたいで、たくさんの方、すごいなんか映像でしか見てないんですけど盛り上がったみたいなんで、まあ、まあ結果はね残念でしたけれども、サポーターの盛り上がりっていうのは本当に良かったかなと思います。で、まあ、これからのちょっと話になるんですけど、まああとちょっと諸連絡も含めてもろもろしていきたいと思います。まず8月3日4日、今週の土日、水戸で、行われる祭り、皆さんご存知でしょうか。すいませんね、はい、水戸の黄門祭り、土日に行われます。そちらのお祭りの方ですね、サポーターの方で毎年パレードの方、参加していたんですけれども、今年はリニューアルということで、残念ながら一応ね、サポーターとしても何かこう出たいですっていう方には、お祭りの方には申し出はねしたんですけれども、まあ、今年はちょっと残念ながら出る機会がないっていうことなので、ぜひまあお祭りの方ね、なかなか楽しんでもらえればなと今年は思いますので、そちらの方、ご連絡になりますんで、今年は黄門祭りの方普通に参加してください。ですね、よろしくお願いします。まあ、来年以降何かね僕らでできればなとは思うんで、そこはまた期待してちょっと待っててもらえればなと思いますんで、よろしくお願いします。で、ありがとうございます。で、まあ1回4日お祭りありますが、4日日曜日、水戸ホリオンク対戦相手どこでしょうか。アウェーです。分かる人ちびっこ、はい、はい、根の葉山口 FC ですね。山口行ける方、はいはい、まあちょっとね、自分も知ってる範囲で、調べてみたんです。ちょっとね探してみたんですけど、まあ今手挙げてくれたコールリーダーと自分ぐらいしかちょっといない状況です。まあ山口は、まあ本当日曜日なんでね、日曜日ないかということで行ける人少ないと思うんですけど、その中で、頑張っていきたいと思います。なんでね、まあパブリックビューイングまた黄門祭りであるみたいなんで、そちらで参加して水戸から声援を送っていただけれたらなと思います。で、そしてその翌週、アウェーどこでしょう。
横浜よ、横浜よ、はい、横浜FCですね、横浜FCで、近場です。ぜひね、あの今アウェー、レノファ、山口2人しかいないって言ったんですけど、この山口ではね、ぜひたくさんの水戸リオックサポーターで、アウェーをね、あの水田ジャックしていきたいと思いますので、ぜひ予定空いてる方、ぜひね、横浜まで駆けつけていただいて、一緒に応援しましょう。本当に今年はチームの順位がね、いいんで、どんどん、アウェー、ちなみに行ったことないよっていう人、この中にいますかね。行ったことあるんでしょ、絶対。あるね、あるね。ちびっこ、じゃあぜひお父さんお母さんに夏休みの思い出っていうことでアウェーぜひ行ってもらえたり、行ったことない人アウェー楽しいです。本当にすごい楽しいと思います。いろいろな思い出作れると思いますし、本当にぜひ今年はチームの順位がいいんで、一試合でも関東でもいいです。全然関東、千葉とかありますし、栃木もありますんで、そちらの方アウェーぜひ一試合でもいいんで多く参加していきましょう。で、行ったことある人ちょっと無理して遠目とか、ぜひ頑張って行ってみましょう。ね、本当に調子がいいチームの順位、これね、あの試合行かなかったから、もしかしたら J1 行けなかった、プレーオフ行けなかったっていう後悔だけはね、みんなしたくないでしょ。なんでね、ぜひ試合の方行って、後押し、どんどんできる限りで行って、無理をせず、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。でもう一個連絡、先ほど天皇杯、ゴール裏でやります。こちらもね、ぜひ人を集めてゴール裏でいっぱいにして、裏はね、爆発したいと思いますんで、決勝ね、決勝目指していきましょう。これはね、天皇杯頑張りましょう。よろしくお願いします。 ACL はい、じゃあね、今日の話、甲府戦になります。一応ね、やっぱ連戦ということでね、メンバー、見た人大幅に変わってると思います。でね、夏場の連戦、水戸ホリオークすげえ弱いです。めちゃくちゃ弱いです。みんなも去年とかね、一昨年見てると思いますけど、本当に弱いです。勝てないです。そこをね、しっかり俺たちの声で、連戦、俺らもきついかもしんないけど、一番しんどいのは選手チームだからね、俺らがしっかりここ今日ホームなんで、俺たちの声でしっかり、でもね、熱中症とかそれだけは気をつけて、しっかり声出していきましょう。で、もしね、熱中症とか、声出ないよっていう方がいたらね、ぜひ周りの方に声かけていただいて、助け合ってね、声が出ない人いたら、その隣の人がその人の分までしっかり声出して、気合い入れてね、今日の試合絶対勝ちましょう。よろしくお願いします。じゃあね、ちょっと長々と話しちゃったんで、一発ちゃんと入れて、盛り上げていきましょう。イドルイドルいやえ見とれ上げてこうか、上げてこう